阪神突撃の編集長であります。我々の理念、我が同盟の理念の発散の源であります、宣伝部長南陽太。ただいまご紹介に預かりました稲見と申します。この大阪、今や維新と名を打つ政党が勢いを増しているとニュースも見ても、そして関西支部の同志たちを見てもつくづく感じております。ですが、なぜ彼らのような背筋主義者たちがこの大阪、ひいてはこの日本にはびこってしまった理由は、彼らと真逆のいわゆる左翼、赤と呼ばれる連中があまりにも無様な政策を打ち立てた結果、皆さん有権者、中間層といわれる人たちが彼らに見切りをつけ、そして維新と名を打つインチキ政党に票を入れてしまった結果なのではないでしょうか。そしてあの維新の代表の連中、創設者っていうのはどういう連中かといえば、ほとんどが弁護士上がり、すなわち姑息な日本を弄する公設の都がこの政治の世界に、その場しのぎの言い訳やごまかしをはびこらせてしまった結果が日本中にはびこり、かつて小泉純一郎のような受け狙いの連中がどん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 政治の世界にはびこってきた結果、そして私たち国民も目先の利益、これにつられてしまった結果、変な議員がはびこってしまい、そいつらに忖度を重ねるような社会になってしまい、挙句の果てにアメリカが凋落の一途をたどってしまえば、今度はせっかくの独立自尊を目指すのではなく、台頭してきたシナ中共に偏在始めてしまう、このような国にどこに誇りを持てるというのでしょうか。そのようなふざけた惰弱な社会にしてはならないのであります。このような惰弱な日本にしてしまった永田町に救うウジ虫どもを一匹残らず駆逐しない限り、この国の未来はないと断言できます。もし皆さんの家に害虫がいたらどうしますか。家も国家も、国家という字は家とも書きます。家に救う害虫は駆除しなくてはなりません。国家正常、家の掃除もそうですが、国というみんなが住んでいるこの国の、この土地の住みやすい空間にするには、この害虫たちを駆除しない限り、私たち一人一人気づかないうちにどこかしら病んでしまうのではないでしょうか。体を蝕まれたり、心を蝕まれたり、目を覆いたくなるニュース散々見ると思います。親が子供を殺したり、子供が親を殺したり、挙句の果てには教職にあるようないわゆる先生という呼ばれる人たちが生徒に手を出すとか目を覆いたくなるような、この現象、
こいつらをはびこらせてしまったのは、戦後の自由とか権利とかいう言葉を履き違えた連中による社会の道徳の欠如の以外他ならないわけであります。我が国のその道徳感を取り戻す。そして戦後70数年にわたって染み込んでしまった白人優先の悪しき伝統を叩き潰さなくてはなりません。この白人中心の世界観、ウクライナの問題でも如実に現れてきたと思います。世界中で名も知らない国が戦火にまみれてしまえば不運で終わってしまうようなニュース、一方ウクライナが攻められてしまえば泣き言で助けてくれなの言ってみんなかわいそうかわいそうと思い、インチキなその場しのぎの T シャツが売れるありさま、このように白人だから何でも許される有色人種はゴミ以下だとかいうそういうような価値観を打倒しない限り、私たち日本はいつまでたっても白人、そして戦後連合国の金づる以外何者でもないわけであります。そいつらに進んで我が身の保身のために国民を売り渡す腐れ政治家の巣窟、永田町を粉砕せよ。永田町を火の海にしてしまえ。私からの訴えは以上となります。ご清聴ありがとうございました。この世界を白いキャンパスと捉え、いかなる世界を描こうとしているのか、全額を超越した我々の世界を実現するのだ、我々の世界のルールを構築するのだ、堂々と言おう、危険思想である、いや危険思想でなければならない、それが維新ではないか。民族の人め、関西支部長小野田誠一。皆さん、忙しいところありがとうございます。我々、民族の自動盟の、関西支部、これで、5回目の、集会であります。このような、ロフトプラスワンウエスト、このような、まあ、いつも会議室でやってるんですけども、こういった音響装置も整ったところでやるのは初めてで、ウキウキして、楽しくやって、準備してまいりました。絶対にたくさん、人を入れてやるぞという、気合いのもとで、1ヶ月間ずっと木金土チラシ配りを、ずっとしてまいりました。まあ、こういった、ね、体育姿、スーツじゃない、こういった格好で、まあ、スピーチをしながらチラシを巻くっていうのは、まあ、結構キャラが立ってるんで、やっぱりいろんなところでやるとやっぱり目立つわけです。オタロードでもやりました。オタロードでやってね、やっぱり、オタクは全然取ってくれないんですよ。我々とは違う、世界がね違うところに住んでいる感じがします。取ってくれる人たちっていうのはなんか反射みたいな怖そうなお兄さんたちが結構取ってくれましたけども、ところが、これね、あのチラシ皆さん知ってると思うんですけど、あのチラシ見せながら、メイドカフェのチラシですよって言ったら結構撮ってくれるんですよ。だからやっぱりこう怖さをやっぱり薄めると撮ってくれるんだなと、思いました。やっぱりこうイメージっていうのはやっぱりすごい強いんですね。やっぱり世界っていうのはやっぱりイメージでできてますから。まああとね、アメ村とかいろんなところで配りましたけども、やっぱり、一番結構ね、強く、まあ、
まあ、なんていうかね、ムカついたというか、あでも運動してるなって感じたのは、3回ぐらいあったんですけども、1回目は台船でね、スピーチしながら配ってたら、白人の女の人がね、まあ、結構綺麗な人ですよ、バーって来て、なんか欲しそうにして、だからあげたんですよ。そしたら、もうビッチビリに破いて、もう捨てられたんですよ。まあ、その時に、まあ、ムカついて、ほんまに飛びかかりましたけども、まあ、なんかそういったね、アクシデントというか、我々のこのイメージ、いわゆるわざとですよ、伊達や水郷でやってるわけじゃないです。まあ、なちまがいとかいろいろ言われますけども、今の世の中、大体平和ボケしてるんです。で、こういった格好、まあ、暴力集団がね、ナチスだ、ファシストだ、戦争肯定化と、暴力肯定化、まあ、いろいろ言われますけども、まあ、全くその通りですよ。今まで我々日本人っていうのはね、やっぱり戦争に負けて、まあ、戦争とか革命とかそういったものをずっと否定してきたわけじゃないですか。暴力をずっと否定してきたんですよ。バーチャルの世界に我々はずっと暮らしてきたわけです。でもウクライナの問題とかね、いろんな問題を今現代見るにつけ、やっぱりそれはエセ平和だったんじゃないですか、皆さん。今やはり世界は力で成り立ってるんじゃないですか。ナチスを、そしてイタリアのムッソリーニを、日本を悪く言うことで平和を作っている。欺瞞なんでしょ、それは。そういった我々を悪として捉えることで彼らは平和を作っているわけですけども、それだってイメージじゃないですか、皆さん。我々はそのイメージを変換するために運動してるわけであります。チラシをビリビリに配るかって結構ですよ。我々は近い将来、このこういったね、集会、音楽、DJ、そういったものを、コラボレーションしました、若い人間が歓喜の声でもって革命を叫びながら、維新を叫びながら、我々と共に運動してくれると信じているからこそ、まあチラシほとんどね、1000枚配りましたけども、思ったより配れなかった、心も折れました。しかしながらずっとそれをやってきたのは、いつか変わるんだ、絶対俺たちが変えてやる、そういう気合のもとでやってるからこそ続けてきたわけであります。今我々のこの世界、絶対変えてると思っています。このような集会さらに大きくして、西部行動だってやりたいですよ。東京ドームで委員長の演説をしてもらいたい。我々はその意気でもって、頑張ってこれから、これからも、運動に邁進していく所存であります。これより、我々の運動の一端を、記録動画にしておりますので、どうぞ見てください。我が同盟の激烈なイメージをご覧ください。ご鑑賞ください。皆様どうぞスクリーンをご覧ください。委員長おはようございます。本日は、日銀、日本銀行に対しての抗議ということですが、はい、この意義に関して、お聞かせいただきたいんですが、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずこの前、黒田日銀総裁の発言に、もう物語るように、やはり今日銀の行っている経済政策、はい、つまり、日銀の行っているものについては、貨幣、金、これは金融というのが経済の決定になります。はい、その決定に対して、やっぱりああいう今の日本の国民の生活に対して全く戻っちゃうから、はい、人間がですね、その門番としてやってる、もうこれに非常に憤りを感じて、驚愕の上、憤りを感じている、これが本音でありませんか。はい、そうですね。もうインフレとかデフレとか、はい、そんなことについていちいち理論的に学者じゃないんだから、どこか答えないと、はい、つまりいかに国民の生活を安定させるか、成長させるかっていう、この一点なわけですね。はい、Thank you.
申し訳ません。今日はこれ以上申し訳ません。なんで広がるんでたらダメなんだよ。Come on!